ユーレックスプランツスタイル、ユーレックスでございます。皆さん、植物ライフは楽しんでいるでしょうか。さあ、今回はね、早速何をしていくかと申しますと、こちら植物雑貨クリエイターのジュラプランツの大城さんという方がね、いらっしゃるんですが、この方のね、作った植物雑貨、こちらの今回ね、こちらの鉢を使って、また私の日頃育てているユーフォルビアのガビザンと交際角を、このジュラプランツの大城さんの雑貨を使ってね、コラボ作品を作っていきたいと思います。それでは早速 VTR スタート。はい、それではね、早速ジュラプランツ大城さん、この方のね、紹介をまずさせていただきたいと思います。今回ね、使用させていただくこちらの鉢、すごく可愛いですよね。こういうね、なんか恐竜のね、ジュラシックパークをね、なんかイメージするような感じで私は思うんですけども、こういった鉢をね、作られてたり、あとね、こういっためちゃくちゃおしゃれじゃないですか。こういう星型のね、で、木をね、ちょっとこうぐるぐる回して、こう、例えば僕だったらこう、エアプランツのこの薄ネオイデスとかね、そういったものをね、こう飾ったりとかして、お部屋にこう吊るしたらすごくおしゃれなんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい、そしてこういったまたリメ缶ですね、こういったものの雑貨も作られています。めちゃくちゃおしゃれでかっこいいんですよ。すごくかわいい。そしてもう一つね、紹介しておきたいのが、実は私の今映っているこの画面上にですね、ジュラプランツさんの雑貨がございます。皆さん当ててください。5秒前です。4、3、2、1。はい、正解は、はい、正解はこちらです。はい、こちらのリメ缶、すごく可愛いですよね。すごく、ちょっとごめんね、ベゴニアちゃん。こういうね、リメ缶を使ってすごくかっこいい雑貨、私はね、これをね、流木にこのリメ缶をちょっと付けさせていただいて、で、このようにね、熱帯植物のベゴニアを中に水苔を入れて、おしゃれにね、飾っております。このようにね、この植物雑貨クリエイター、チュラプランツの大城さんのね、この雑貨は、こう想像力を膨らませてくれるんですよね。また、新しい植物ライフが楽しめる、このね、チュラプランツ大城さんのこの雑貨、すごく可愛いですよね。はい、ということで、早速、今回はね、こちらの鉢を使って、コラボ作品を作っていきたいと思います。それではね、まずは、もともと私が育てていたガビザンとね、ユーフォルビアのね、このね、交際角2つをですね、このまず鉢から出してあげたいと思います。はい、株自体はもう、植えてから1年以上経つのでね、結構ね、しっかり根張りが してると思います。結構、お、硬いね。やっぱ土が硬いね。この子は結構、私は赤玉土を中心にやったんですけど、やっぱ赤玉土って、すごいね、水のね、吸収率というか、重たくなるんですよね。で、根が張ると、絡まっちゃうので、根っこを取るとき結構注意が必要ですね、赤玉土。って、私は個人的に思います。はい、今、ガビザンを取りました。はい、そしてこちらの交際角。交際角はもう針がね、すごいトゲトゲらしいので、ちょっと、しっかりね、こう手袋をして、鉢から出していきたいと思います。こちらの交際角は、岐阜県のね、サボテン村さんで、私はゲットしました。もうサボテン村さんでゲットしたユーフォルビアの交際角なんてめちゃくちゃ最強だと思いますよ。ご覧になってますかね、サボテン村の加藤社長。いつもね、私大変お世話になっております。加藤社長にはね、いつもね、いろいろとこうアドバイスをいただきながら、ね、時にはお電話をしてお話をさせていただいてるんですけどもね、この思い出のあるこのユーフォルビアの交際角、また新たに今回ね、チュラプランツの大城さんとのコラボ作品でまたかっこよくなってくれます。はい、
こういった感じでね、交際角もバッチリ取れました。はい、サボテン村さんのね、土の配合もちょっとまだ、ね、教えてはくれないんですけど、結構ね、やっぱり配合がこだわってらっしゃるのかなと。排水性がすごいいいと思います。はい、いつもね、水やりをしてもしっかりと排水性がいいなっていうのと、あとやっぱ軽いですね。やっぱなんか土の配合で最近ちょっと感じてるのは、やっぱり重いっていうのがやっぱなかなか持った時に重く感じる配合は、個人的にあんまり水はけは良くないんじゃないかなと。やっぱ思った時に軽いっていうのがすごく大事だと思いますね。私はね、今回この鉢を使うんですけど、鉢がね、もともともうこれだけのサイズなので、もう軽石は入れなくても排水性は大丈夫かなっていうのを個人的に思うんで、鉢底ネットだけ私は入れました。はい、それではね、ちょっとね、まずはちょっとそこに土をね、入れます。土の配合は今回赤玉土と鹿沼土と、あと軽石ですねとバンキュライトを入れております。はい、この配合が私は最近ちょっと自分なりにね、ベストなんじゃないかなと。あとはね、こう化成肥料といいますか、そういったね、肥料を与える、時期になるときにプラスして、そこに水やりの時にあげてあげればいいんじゃないかなと。日頃のね、土の配合はシンプルでいいんじゃないかなと。まあ、これは多肉とかね、そういった開墾に限りだと思うんですけども、こういった感じで今ちょっとね、土を2つとも入れました。はい、それでは早速まずね、ガビザンから見ていきます。はい、このように土をどん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 と入れていきます。日頃の私は結構大雑把な性格なので、結構豪快に本当は土を入れます、日頃の中。今回ね、やっぱこれでね、シュラプランツの大城さんもね、見てらっしゃるので、何お前そんな豪快に私の作った大切な鉢汚くしとんじゃって言われちゃうかもしれないんで、後でちょっと丁寧にね、土をね、入れていきたいと思いますと言いながらね、結構ボロボロ落ちちゃいましたね。大城さん、無事出来上がりました。すごく可愛いっす。いや、いいっすね。やっぱり黒鉢はね、男の子やっぱ好きだと思うんですけど、こういうね、雑貨クリエイターさんが作った、このね、大城さんって女性の方なんですけど、やっぱね、女性の方の視点でね、やっぱ男の子でもやっぱ好みとか、男の子がうなるね、こういう鉢のこのデザイン性っていうのがね、やっぱすごいね、深みを感じますね。すごく可愛くなりました。ガビさんがすごい可愛く見えてきましたね。すごい不思議ですね、鉢が変わるとこんなに変わるんですね。すごく可愛いです。はい、じゃあ早速ね、交際角も植えていきたいと思います。はい、手袋しました。でもう交際角はもうかなりもうタッパがあるんで、でもう鉢をね、こうやってイメージするとかなりね、もう鉢根っこがもう鉢底のところまでギリギリになると思うんですよね。でもこれからの成長を考えると、ちょっと上に上げてあげないとさすがにね、もう苦しくなっちゃうんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、そこの辺のバランスもね、考えながら植えていきたいと思います。で、今回この子に関してはタッパーがあるので、本来ね、ウォータースペースというね、鉢から鉢とね、この土の間にね、水がね、たまるね、ウォータースペースを作ってあげると思うんですが、だんだんね、水やりの回数とか、あと自分の土の配合とか、そういったこともね、だんだん分かってきているので、今回はちょっとウォータースペースはこの子はなしで、ほぼない状態で植えてあげようと思います。株もね、その方がしっかりと植えてあげますし、まあ、あくまでこれ個人的な見解ですし、これが正解とは言いません。はい、ウォータースペース必ず作ってって思ってらっしゃる方もいると思うので、ちょっとね、ああ、ユレックスはこういう風にやってるんだっていうね、軽めの程度でちょっと参考程度聞いていただければいいんですけど、まあ、私は自分が慣れてこればね、ウォ
ートスペースを決してなくてもいいんじゃないかな。もともとね、やっぱ植物も自生している植物とかはそういったオートスペースはないですし、あくまで私はそこのね、植物の自生している環境に合わせてあげるっていうのが私のちょっとね考え方なので、最近はちょっと、ね、鉢植えをするときもあえてね、ウォータースペースをちょっと、ね、なくして鉢植えギリギリにね、もう土を入れてあげてます。その代わりね、ちょっとね、水をあげるタイミングとか、そういったこともね、ちょっと多少は確かにちょっとね、注意をかかるんですけども、はい、こういった感じでね、交際格も出来上がりました。もうね、こうやって話してる間にね、ものの2、3分で、鉢植えができちゃいました。すごく簡単ですね。で、やっぱり、先ほどもね、申しましたけど、もう全然イメージが変わりますね。もう鉢ってこんなに変わるんですね。風呂鉢だとやっぱすごくかっこよくなるというか、このね、緑が映えるというか、で、風呂鉢でかっこよくこう見せるんですけど、こういう植物坂クリエイターさんが作られた鉢にね、植えてあげるとね、またね、植物のこのイメージがだいぶ変わりますね。やっぱこの鉢をね、自分の好きな鉢に植えてあげるのもやっぱりこの植物ライフを楽しむ一つの醍醐味ですし、こういうプロのね、植物坂クリエイターさんのね、作品とね、コラボしちゃうのもすごく楽しいかなと思います。すごく可愛いですね。すごい交際格が可愛く見えます。でもやっぱね、ちょっとね、今回テーマはジュラシックパークなので、今回2つともどうですか皆さん、ちょっとジュラシックパークをイメージできてるでしょうか。はい、すごくかっこいい恐竜の卵からピョコって出たっていうねイメージなんですけど、2つ作品コラボ作品作らせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、このねチュラプランツの大城さん、インスタグラムをやってらっしゃいます。チュラプランツで検索してください。またね、概要欄にもね、詳しく載せておきますのでね、またインスタグラムも皆さんチェックしてくださいね。そしてフォローしてください。はい。他にもね、先ほども、紹介しましたが、雑貨、いろいろとね、作っていますのでね、いろいろと皆さん想像力を膨らませて、植物ライフが楽しめると思うので、ぜひね、チュラプランツの大城さんをチェック。お願いいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、植物雑貨クリエイターのチュラプランツの大城さんの鉢とねコラボ作品を作らせていただきました。そちらがね、今ご覧になっていただいているこちらの2つになります。そしてこちらもね、植物雑貨クリエイター大城さんの作品でございます。デニムがねすごくおしゃれですよね。こういった感じでね、お部屋に飾るとすごくね、植物ライフも楽しくなりますよね。もう植物雑貨クリエイター大城さんも僕もう大推してるんですよ。もうかなり推してます。もうすごくハイセンスでセンス抜群で、もうインスタグラムをね最初にもう見た時から、あれこの方すげえセンス高いと思って、ぜひこの方とね、コラボしたいと思ってね、私の方からちょっと連絡をさせていただいたんですけども、でね、今回、こういったコラボにつながったんですけどもね、これからもね、もう大城さんの作品とどん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 コラボしていきたいと思います。はい。今回はね、こちらの鉢を使ってコラボ作品をしてみました。これからもね、どんどんコラボ作品をしていきたいですし、多肉ライフのね、楽しさをね、どん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 これからもお伝えしていきたいと思いますので、すごく楽しかったなぁ、すごくいいなと思っていただいた方、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンの方もよろしくお願いします。そして、チュラプランツ大城さんのインスタグラムの方もね、ぜひぜひ皆さん、チェックしていただいて、フォローしていただいて、いいねしていただいて、二人のね、これからのね、活躍も皆さん楽しみにしていてください。はい、それではね、またお会いしましょう。